はい、こんにちは、ソルウェインです。いきましょい、スクストキューというわけでの実況をしていきたいと思います。742日目のログイン日記です。ブラックサンタフェイちゃん、ゲットのこのびっくりマークとこのピースが一瞬なんかおっと一瞬何かを感じさせましたが、気のせいかもしれない。さて、なんか子供ど真ん中しか選ばない男パン屋さん、A 型ガールズペア、乙女座ガールズペア、オーバー165ガールズペア、図書委員会ガールズペア、ワンチャンオーラ狙っていきたいね。さて、一押しキャンペーン、これ毎日10個もらえるんでしたっけ。これ計算した方がいいかもね。ある程度自分で結局明けおめね、やるとこ考えなっていうところですね。そうですね、毎日10個もらえるんやったら、なんならそんなに私使わなくていいんですよね。多分ね、今の時点でそこそこだからね。で、次150上げるとこれがもらえて、ってことは今、純粋に合計500なんだよね。150残り100だから250に出しながら残り今100個上げたってことかな。もうちょっと稼がなきゃいけないかな。とりあえず、スゴロクやりましょう。スゴロク、あ、待って、その前にね、スコアが1万スコアでスゴロクもらえるんだよね。で、アザッスしてちょっともらったやつで、あとはちょっとでしょ、いけるね。いきましょう。今上級入ってて、もうちょっとで、あ、まだまだか。チャンスゾーン。行くか。そこそこ探索エリクサー、リミット分もあるんで。倒していく。これだけでもいけそうですね。280、220か280もらえますよね。これで1万超えましたね。リミットエリクサーもそこそこ余力があるんで使っていきますか。あとね、最近バババーってやっちゃいますけど、結構意外とね、ここの会話とかも面白いんですけどね。会話というか、会話できないかな、こういうね。ちょこちょこね、みんなのね、なかなかね、面白い会話があったりもするんですよ。マリさんはやたら淡白ですけども。なんかあるよ。なんかたまにレアなボイスっていうか、ボイスはないけど、レアなセリフとかもあったりするんですけどね。で、出せでいきまして、これで、1万ちょい。一応ね、2万2000着地点ぐらいの予定なんで、チャンスゾーンはほどほどにしていきます。だって今日が4日だっけ ?4日か。で、4、5、6、7、8。実質、まだ朝なんで、実質あと5日あるようなもんなんでね。で、これでね、ダイスよ。スゴロクゲットしましたね。ありがてえ。よし。これを元に、スゴロクしましょう。大好き。大好きなスゴロクですよ。で、新しいマップになったんだよね。で、このマップの欲しいところ。ミラクルラブ2個とかも魅力的ですけど、やっぱこの探索エリクサー10個とか15個とか、あとはもう補助券2個、でもそこまででもないかな。あとこのスゴロク2個とか、3が出るやつとか、これちなみに何個か見てなかった、あ、1個か、言われる使いもちょっと欲しい。よし、それをコンビでいきましょう。さあ回していくぜ。ババババン、5、ミラクルラブでかい。いただこう。釣り場一応確認しよう。2か3、とりあえず普通に言おうね。1、2、3、4、5。これあんまずっと嬉しくはないよね、申し訳ないけど。欲しいとこ、欲しいポイントは逃してしまったね。6でもいいな。6。それで通常祭。でも通常祭なくなっちゃうね。1、2、3、4、5。ああ、いいっすね。で、次ゴールまでが3か。ダイスを購入したい。でもしかし。あと3個しかないんだけど、ダイス。3が確定するダイスと、仕事祭が1個と通常祭が1個。やべえ。しかもこれ16日までなんで、ね、うわー嬉しいけど、ゴールしたかった。ダイスがねえよ。ダイスくれー。これ仕事さえ使うのはもったいねえ。
でももうで16日までなんだよね。いやもう買うか。いやごめんなさい、買いてー、ダイス買いてー。でも無課金じゃなくなっちゃう。なんだ確率表示って、ちょっと待って、なんだかの確率表示。マスの数字が、お、なにこれ、こんなんあんねや。0.12、まあまあまあ。ね。ガチャマスの通常マス。あ、でも通常、ん待って。あ、これ一応あるのか。あ、ここでもちゃんとガチャの、だから昇格演出っていうか、だから別に、あれか。SR 確定ガチャとかじゃないのか。あ、SR 以上とかなんだね。じゃあさっきのあの、あれも、なくはないんだね。じゃあ SR 確定、やっぱ一応エクレアとかいわゆる引く確率もあったってことか。なるほど。なるほどね。んこれはどういうこと？ああ。すげえ。でもまあ、これでエクレア引いたら逆にだな。エクレア確定もすげえ。このマス出したいね。とりあえず出すだけ出したいよね。まあ、止まりたいけど。でもな、次のマップで終わりか？16日まででしょ？多分、特訓イベント中にちょっとまた2個ぐらいもらえる感じか。ログインで今回もらえないんですよね。お買い上げしなきゃやはりいけないか。なかなか、無課金でこれをこなすのはヘビーかな。今回そんなに稼げないからね。ダイスチャンスゾーンが多分ないパターンだもんね。わかんない。もしかしたら、今後、特訓イベント中にダイスチャンスゾーンとか来てくれたりするかな。そしたらすげえありがたいですけどね。ないかな。ダイスじゃね、すごろくに関する、なんかもうすでに書いてあると思うんでね。どこだっけ？これだ。ダイスの入手の仕方は？基本的にはでもお買い上げですよね。ログインでダイスをプレゼント。ダイス13個をプレゼント。もうもらってますよね、多分ね。もらったよね。じゃないか。ああ、一応なんだね。これ、そういうことか。抽選があったりとかして。まあ、できる範囲でやっていきましょうね。じゃあ、あとは、今日でもそんなに言うとね、言うことっていうか、あんまやることじゃなかったりする。で、お着替えとかももろもろ終わらせたんよね、一応ね。まあ、ちょっとあれですけど。次のエクレアかフリガチャ悩ました。あ、そうで、エクレアといえば、あのね、コメントいただいてたやつで、ちょっとまだお返しできてないコメントもあるんですけど、まあ、今のね、聖堂変身、リライト、エクレアリライトをすると、実は、ね、聖堂変身をゲットできる可能性がある。で、これって、一応、ロックオンだからガチャさんってことになるんだろうね。なので、まあ、ガチャさんのクレアをリライトすると、まあ、これは精度変身が手に入る可能性もあるよということらしいです。ただこれやっぱね、ここだと分かんないよね。結局、真相か幻想から判断つくけど、どっちがガチャさんやったかなっていうのは結構、ちゃんと把握しないと分からないところなので、なかなか難しいところですよね。まあ私は自分でやったところは覚えてるところはありますけどね。さどかちゃんだったら、ファイアフライが、協力戦さんだから、僕も片方、こっちだね。まあそうだね。私そもそも、あれですガチャで引いてるわけだからね。こっちはガチャさんだよとかね。一応まあ、把握してるところはありますけどもね。で、ニホちゃんとかは逆にこっちが、ティダルが、協力戦さんだね。エキエちゃんと、ニホちゃん。で、赤ちゃさんだ、アルベインとか、ソルフェージだよっていう話で。まあ、ソルフェージとかこの間引いたばっかですからね。まあ、自分の手持ちで引いたわけ、なんか何でゲットしたかなって、覚えてればっていうのもありますけど、まあ、その辺はもう、ね、詳しいとかネットで調べれば多分出てくると思うんですけども、私はね、相変わらず、無課金手探りプレイヤーでやってますからね。これってさ、結果は見れないよね。結果はね。なんでまあ、もしね、でもまあ、確かに、確率的には 15% ぐらいって言ってましたけど、だから一応、セーブ変身引けるっぽいんで、ガチャさんで攻めればいいのかなと思われます。あくまでもね。まあちょっと私も明確に自分でやったわけじゃないんであんまり適当なことは言えませんけど、そういったご情報ね、情報もいただいてるんでよかったらっていう感じですかね。はい。ポーズがこれいつまででしたっけ ?3 でしょ。まあまだもうちょっと余裕があるんで、もう少しで待ちましょう。スローポイントはせめてエクレアミニゲント使えるまで届かせたいんですが、あとはもう特訓イベント中にどんだけ稼げるかですね。
若干咳込みそうで良くないですね。うん、なんかね、むせる。むせるって感じですね。うん、とりあえずさっきのね、レアダイヤじゃなかった。やっぱレアダイヤゲットしてるんで、ちょこちょこ変換しておきましょう。あとね、ちょっとこの間のテレビ戦中にアビリティやんなかったんで、今月末はアビリティやりたいかなって感じですかね。うん。まあ、実際ちょっとね、SR メモかね、だいぶ、ね、あの育成というか収束させまくってるんですけど、うん、もしね、この前も、あ、でも今 100% いってねえや。そうね、2人目3000に 100% もう安定していくようだったら、別にもうそんなに SR 収束しなくていいかなという。まあだったらまだ一応需要はあるか。やっぱこれだけでも99にしようかな。なんかやりたいよね。これプラス91個作れば、もうこれ1個で多分こと足りると思うんですよ。うん、参戦率がね。逆にこれ1個に絞って、残りの、ね、SR とかはさ、もうこれとかやっぱもう修理本社のプラス23とかになってるんで、この辺はね、SR アビリティメモに変換してというか代用してもいいのかなって思うところあるよね。うん、まあそれはおいおい考えていきましょう。あ、で今ちょっとそう、この間からちょっと失敗したなと思って、新春ね、今さ、はるかちゃんレベル上げしようかなって今ふと思って、100レベルにしてあげたいなと思ったんで、ちょっとはるかちゃんのレベル上げやってますね。5枠目に入れて、まああんまりそんなに今劇的にレベルは上がんないですけどね。うん。まあ一応今、ゆいちゃんとチェンジして。本当はね、あ、違う、ゆいちゃん違う。本当はちっかちゃんだね。こうだ。この順番ですね。やっぱ一応強い順にしておかないと分からなくなっちゃうからね。うん。で、こんな感じで。まあ、一応、はるかちゃんがね、そう、心ラベニス的に次の優先度が高い。やっぱエクレアゲットした子は、心ラベニスのですね、頻度というか、上げてあげないといけないと思っています。じゃあ。じゃあね、はるかちゃん今13万ですね、なるんで、まあね、今やってるゆいちゃん、あ、でもゆいちゃん結構強いね、16万か、うん、ねえっていう感じです。でもまあぶっちゃけ言うと、あまねちゃんとかあからさんよりも優先高めにしていきたいですよね。やっぱね、火力あるメンバーをしたいからね、うん、っていう感じですね。あ、本覚えちゃった。ここラビにして、あとはなんかちょっとプレゼントあげて終わりますか今日は。そんな感じで、あ、でもそれさ、思い出した、最近私エテルのランド全然やってないね。うん、やりましょうか。前はね、結構スマホ配信とかたまに定期的に、おお、これ初めてだ。こんなパターンあるんだ。これランダムなのかな、実は言ってくれます。そう、ちょこちょこね、配信の時に協力戦配信やりながら、間のね、待ち時間で、まあ、エテルのランドとかやってたんですけど、うん、新春エテルのランドやってもいいかもしれないね。そういえばさ、大富豪とかって出すと、ヒラミユイちゃん、スーパーでできれば倒したいね。うん。エテルノランドさ、大富豪とかって、確か、正月モードとかあったっけ？ないっけか。ないか。そのイベントの時だけ正月モードか、まあ、まあ、お着替えすればね、いいんですけど、まあ、この辺は今日はやんないですけどね。うん。たまにはね、やりましょうか。まあ、ある程度極まったとこもあるんですけど、最近そういえばみんなは記録見てな。記録だけ見てみようか。あ、これ私の記録ね。うん。まあ、まだまだ伸ばせるとこいっぱいあるんですけど。ねえ。まあ、いいか、記録はむしろその時に見ようか。うん。一回この辺にしようか。私の記録を出しといて。フレンドさんたちのやつはね、また後ほどということで。じゃあ、あとはちょっとグレードアップとプレゼントだけ見て終わりましょう。とりあえず、あまねちゃんと、まだ残ってたよね。これ上げちゃっていいよね。多分、親愛度上がん、親愛度しか上がんないから。で、まあ、ダブルじゃない。ミラクルラブとかは全部、みほちゃんにあげて、例えばみほちゃん230レベル計画。あとは、りょうこちゃんのことしかあったはず。うん。あ、そっか、りょうこちゃんのキャラベテキスが出たのか。なるほどね。これ何も言えないっす。全ての隊長さんが何も言えなくなる。ちょっと黙っちゃうやつね。うん、いや、わかんない。すごい、もう他のキャラクターは一切レベル上げないって人が、そういうプレイスタイルの人もいるかもしれない。いや、いないだろうな、さすがに。うん、超絶縛りプレイね。とりあえず、あげるもあげちゃうね。ほほ、気が利くではないか、ほら。
からの溢れさせて、嬉しいが、ギュンギュン。でミラクルラブも上げちゃっていいかな。ミラクルラブはお返し確定だっけ。あれてか溢れる絆ってお返しどうだったっけ、覚えてないや。まあ、いやガンガン上げちゃえ上げちゃえ。やったー。あーこのリアクション結構いいやつか。私からのお返しだ。はい、やったー。これは私からのお返しだ。うん、とりあえずこのあれは、まあとりあえず203、とりあえずね230レベルを頑張って目指していきたいですよね、ニホちゃんね。まあ今ウィキエちゃんの方が実はレベル高いんですけども、うん、まあ一応火力重視でいくならね、うん、ニホちゃんから火力したいかな。うん、まあいい感じに上がってきてますね、そこを上げてきなのは。うん、あとはさとかちゃんとそのウィキエちゃんのサブメモかというかサポートメモかを早く変えたいなと思ってます。うん、じゃあ今日はこんな感じで、引き続きね、トップイベントじゃないや、新コースイベントね、楽しんでいきましょう。すごろくもね。ではではお疲れ様でした。さようなら。